やっぱり MJF 選手と、はい、アダム・コール選手の友情物語、 FTR の持つ AW 世界タッグ王座に、まあ、コリジョンの方で、挑戦します。はい、キャキャということで、はい、始まりましたAW ナウのお時間です。デスペラード選手、はい、どうされました？あの忍ばずの池の底に、はい、今沈んでおります。思い出しましたよ、はい、そのシーンを。私こと村田春夫ことアトランティスが、はい、エルデスペラード選手の、はい、マスクを剥ぎ取ってやりましたよ。何言ってるんですか、はい、何へー。というのはまあ冗談なんですけど、もちろん、はい、まあね、やっぱりダイナマイト、ランページ、コリジョンというね、うん、3本撮りをやってるとこういうこともあるんです、はい。デスペラード選手所用によって早退されたので、魂を置いてかれました。なるほど、はい、なるほど、はい、いたよという。そうですね、はい、6時間半くらい私たち収録をしてますからね、はいはい、ということで、デスペラード選手の魂とともに、我々それ興味津々ですね。マスクの生地が気になっちゃって、はいはい、こんな近くで見るのも丸ですからね、はい、なかなかないんで、はい、ということで元井さん、はい、今回はどんな感じでしょうか。今回やはりMJF 選手とアダム・コール選手のこのブラインドエリミネータータッグを優勝したチームが FTR に挑むというこの大きな事件がありましたし、はい、ここ数週間何ヶ月かの間でね、やっぱり MJF 選手と、はい、アダム・コール選手の友情物語、これが一つの大きなムーブメントになっていることは間違いありません。で、皆さんも気になっていると思うんですよ。で、正直ね、心配じゃないですか。心配ですよ。絶対何か揉めるんじゃないかなとか、はい、裏切るんじゃないかなとか。そうそうそう、やっぱみんなやっぱ心のどこかにそれぞれロデリック・ストロングが住んでると思うんですよね。やめろ、信じるなって思ってると思うんですよ、はい、果たしてどうなってしまうのか、うん、いよいよついに、MJF とアダム・コールが FTR の持つ AW 世界タッグ王座に、まあ、コリジョンの方で、挑戦します、はい、名イベントです。でダイナマイトの方にもちょっとね、うん、その振り返り映像とかがあったりとかして、あ、はい、今回初めて見た方にも優しい説明がね入ってたりするんで、気になる方はですね、ぜひね、うん、全部おさらいしたいぐらいですよね。そうですね、結成が発表された時から今までの振り返りをぜひ見ていただきたい、はい、うん、そうですね。だから今回はちょっと今撮り終わったばっかりなんですけども、はい、順番から言うとダイナマイト、ランページ、コリジョンって撮るんですけども、コリジョン撮ったばっかなんですよね。ちょっと興奮がねちょっと泣きそうですもん、もう興奮がちょっとまだ収まらない状態です。はい、はい、いろいろありましたか。はい、デスペラード選手もちょっと大興奮でしたからね。でしたね、で、はい、ちゃんとタッグマッチとしてめちゃくちゃ面白いタイトルマッチでしたよね。なってましたね、うん、だって前回がダニエル・ガルシア選手とサミー・ゲバラ選手ダンス対決があったりして、うん、あった、あそこからまた全くなんというか違った戦いも。ブラインドエリミネータータッグチームトーナメントの決勝戦もすごかったですもんね、うんうん、すごかったですよね、はい、あれはあれでサミー・ゲバラとダニエル・ガルシアでないと生み出せないで、今回はトップガイズですよ。AW のトップクラス、トップの FTR タッグチームと激突するんで、着てきましたもん、 FTR シャツを。 FTR の T シャツ着ててあんな解説したんですか。そうですね、どちらかというと、はい、ベターザンユーベイベーの方を通用してしまいましたね、はい、うん、そうか、気づかなかった。あれ、キップさんですね。とはいえ僕は今回久々にランページにね、はい、キップセイビアン選手が出るということで、うんうん、なかなか着る機会がないんですけども、ついに着ることができました。はい、ということでもう今回はですね、うん、もう MJF とアダム・コール、そして FTR、そのねタッグの、戦いをですね存分に堪能してください。そうですね、もう MJF 選手今まで嫌なやつだなと思っていた方にこそ見てほしいですし、はい、もっと MJF が好きになります、なります、間違いないです、ぜひともご堪能ください。